どうもどうも、はい、昼飯を作ろうかなと。昼ご飯、昼ご飯、今日ね、朝6時稼働、朝6時に起きました。頭が痛い。6時に稼働してしまった。6時稼働っすよ。6時稼働。やんちゃですよね、6時稼働って。はい。今日はね、ピーマンが結構余ってるんで、ピーマンとチャーハンでいこうかなと。今日はピーマンチャーハンでいきます。ピーマンチャーハン。ピーマンチャーハンがね、一番うまいかもしれない。ピーマンのチャーハンの、あのピーマンチャーハンのオイスターソースが超うまい。ピーマンチャーハンのオイスターソースが本当にうまい。いや、今ね、1月2日なんですけど、1月2日ね、なんかいいことありました？1月2日ですよ。なんかいいことありました、今年。ああ。もう今年始まってるじゃないですか。ピーマンもう一個入れようかな。ピーマンね、めちゃめちゃうまいんでね、まあ、この割合を間違えるとちょっと残念な感じになっちゃうんですけれども、残念な感じになるけれども、ちょっとピーマン好きなんでピーマンいきましょう。ちょっとね、頭痛い、めっちゃ頭痛いんですよ。なんかね、酸欠になった感じ。なんかさっき無料動画撮ったんですけど、それで酸欠になったっぽいですね。なんか脳に酸素が回ってなくて、多分おそらくちょっと酸欠っぽい。酸欠。酸欠ですよ。ピーマンすげえ。ピーマン大先生です。ピーマンとマジでうまいっすよ。ピーマンとオイスターソースが合う。ピーマンとオイスターソースがすげえ合うんですよ。あ、マヨネーズがもうなくなってきたな。マヨネーズがなくなってきましたね。ピーマン大量に入れちゃいます。
ピーマンご飯ちゃうかっていう。ピーマンご飯ですよ。誰か僕を噂しております。オイスター、オイスターバリうまい。あーやばいぞこれ。いや、このオイスターの匂いやべえな。オイスターの匂いがやばい。オイスターがやばい。今日はここですね。今日は8分か。まあ、結構早く作ったな。まあ、やっぱね、チャーハン早いですね。チャーハン一瞬だな。はい、ではいただきたいと思います。こんな感じです、はい、うまいぞこれ。いただきます。あ、うまい。うん、オイスターソースの
オイスターとピーマンが合う。熱い熱い。健康的ですね、これ。えのき。うん。ごぼうが、ごぼうがもう柔らかくなってきた。まあ野菜ってそんなにあんま取れないじゃないですか。なんで味噌汁というか汁物に全部ぶち込んでいくっていう。ピーマンうまピーマンって、ピーマンの肉厚の感じがうまい。なんかピーマンのお肉みたいな。ピーマンなんだけど、ピーマンステーキ的な感じですね。もうね、具だくさんですからね、これ。だいぶ具が入ってるからな。これだけで結構お腹にいっぱいになる。これだけで結構お腹いっぱいになりますよ。
あ、ちょっとな、頭がでも痛いですね。今日6時から稼働したからかな。6時に稼働するってことないですね、あんまり。ちょっと横になろうかな。頭痛いですね。頭痛い、マジで。頭痛いな、マジで。めっちゃ頭痛くなってきた。仮眠取ろうかな。頭めっちゃ痛くなってきましたね。やべえ。
った。はい。ということで、だいぶ頭が痛いようなので、ちょっと仮眠取りたいと思います。ちょっと横になります。